矢野さんですよね、矢野事務次官なんか本当にもうワニの口がいて大変だということを言ってたんですが、実はこれもですね、相田さんが明確な答えを出してるんですね。ワニの口が開いたという以前にワニそのものが存在してなかったんじゃないかという話なんですよね。はい、はい、これが6ページ目の左側が、まあ、典型的な、ワニの口になります。はい、まあ、今回西田さんの、まあ、財政政策検討本部で私も何回か、財政再建派と議論しましたが、財政再建派の方が議論するときは必ずまずこのワニの口から議論を始めるということで、このワニの口を閉じるということをとても重要視しているんだと思います。うん、しかしこの、ワニの口をご覧いただくと、灰色が一般会計の、まあ、歳出で、うんうんうん、赤が、一般会計の税収になっているということです。はい、まず、赤い税収が問題なのは、うん、で当然、歳入は税収だけではなくて税外収入もあったり、または、まあ、社会保障基金特別会計の資金余剰もありますから、まあ、そのようなものも入れなければいけないのに、この赤い、まあ、税収だけにして無理やり下を下に引っ張っているような、うん、まあ、形になっているということです。はいはい、そしてより問題なのはこの灰色の、歳出の方になります。口が開いていってるわけですね。はい、この歳出の中には、国債費が入ってます。国債費は、まあ、利払い費と、まあ、過去の借金の返済に回る、まあ、償還費、ね、まあ、この2つの国債費が入っているということになります。しかしこの償還費というのがものすごく大きな問題でして、うん、後ろの方に、日米比較をした歳出の構造があります。はい、32ページ目、はい、になります。はい、32ページ目の左側に、まあ、日本の一般会計の歳出の構造があって、歳出のうち、ね、まあ、国債費が、まあ、22.6%、うん、まあ、4分の1程度占めるので、うんうんうん、通常、日本の歳出構造は、国債費によって硬直化して、うん、新しい政策ができなくなっていますと、これポリシーメーカーの手を縛るような、うん、形になってしまってますと言われます。うん、そして国債費の中には、まあ、利払い費 7.7% と債務償還費 14.9% が、うん、入っているということになります。うん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 、一方右側が、米国の、歳出の構造になります。国債費はわずか、まあ、6.8% しかないの で、ね、まあ、歳出構造が、まあ、硬直化してないように見えるんですが、うん、問題は右と左比べていただくと大きな違いがあります。違いは日本には債務償還費が入ってますけれども、米国には債務償還費が入っていないと。利払い費だけなんですね。利払い費だけだということです。うん、これは日本は、60年国債償還ルールといって、国債を発行したら60年で現金償還、すなわち全部借金を返済しなさいというような、まあ、制度を持っているために償還費が入ってますけれども、まあ、他国はそういうルールがなく、事実上、出した国債はほぼ永遠に事実上借り換えをされていくので、うんうん、ここに国債償還費は入っていないということになります。景気が相当強くて引き締めが必要な時に、まあ、償還をすることはありますけれども、うん、通常は入っていない、うん、ということは先ほどのワニの口に戻りますと、うんうん、このワニの口の上の歳出の方にはこの普通であればグローバルスタンダードであれば入っていなくてもいいような債務償還費を入れているの で、ね、無理やり上顎を上にグーンと引っ張り上げているとう、ね、いうことになります。うん、ではこれを調整したものが右側で、灰色の線が、この、左側の歳出から、いらない債務償還費を除いて、そしてこの、青い線が税収だけではなくて税外収入と、まあ、特別会計の、まあ、資金余剰を含んだものになります。うん、これをご覧いただくとコロナ前、もうほぼ、ワニの口が閉じている状況 で、ね、ほぼ一定の水準 で、ね、このくらいの赤字というのは企業が貯蓄しているので仕方がないとすると、うん、実際ワニは、存在してなかったというのが現実だと思います。ワニの口が開いていないどころかそもそもワニそのものがいないんじゃないのかと、まあ、こういうことなんですね。それでこれ非常にね大事な指摘をいただいたんですけれど、あ、反対か、はい、すいません、なんですけれども、要するに今60年償還ルール言われたんですけれどもね、じゃあ日本は60年償還ルールで実際に60年で国債を償還してるのかといえば償還してないんですよね。はい、日本も現実はですよ、この償還する時のこの国債償還費はで新たな国債を発行したお金で調達してるわけですよね。はい、だから
よその国と同じように、現実問題はアメリカと同じように新しい国債で発行したお金で償還に充ててる。だから国債残高は基本的に減らないという、はい、こういうことなんですよね。そういうことです。そういうことですね。これは日本の場合には減らないどころか、赤字国債どんどん積み上がってきてますからね、国債残高増えてますけれども、よその国はどうなんですか。これよその国も基本的には、債務は永遠に借り換えされていきますので、名目 GDP が増えるとともに、純債務も他の国もずっと増えているというのが一般的です。ですよね。だから今まで財務省が説明してきた、また財務省に乗っかってね、話をしてきた、いわゆるエコノミストや経済学者の方々というのはね、本当にこれなんでこういうことは当然知ってますよね。知っているはずです。知ってないんですか、はい、ここがね、僕もねいつも不思議に思うのは、要は私もですね、国会議員になってもう15、6年になりますけれどもね、一番最初に大体呼ばれる財務省がね当選すると、若手の議員集めてね、ちょっと税というか財政についての勉強会したいんで、先生来ていただけませんかと来るんですよね。で来て、でそれで新人議員みんな集まってね、私も参議院の同期の人間と10人ぐらいでその話聞いてましたけれどもね、要するにこのワニの口の話持ってくるんですよ。でこういうふうに開いていってると、でだから大変なんだという話を彼らは言うんですよ。でみんながそうだそうだと、大変だ大変だと言うんですけど、僕はもうその時ぐらいからもう大体これおかしいこと言ってるなと思ったから、ちょっと待てと、それ違うだろうというね、ワニの口は、そもそもね、それ国債の、収入の方がそもそも国債でね発行したやつが入ってるのに、なんで収入のところにね税金だけでやってるのとそこ自体だいたい嘘だからおかしいじゃないかという話をしてるんですけれども、それ事実だから、そういう事実を言うとね、あやばいと、この先生に言っても聞かないわと思って、それ以来その後はもう呼んでもらえなくなるんです、ね、そうなんですそれで他の人はね、もう財務省にね言われたまま聞いて、それは大変だと、というのでいろんな部会とかねなんか出ても、やっぱ財政再建しなくちゃ大変だと、真奥の台に借金つけましていいんですかなんてことを言うんですよ。しかし考えてみると、これ詐欺でしょ。でしかもこれ狼少年なんですよね、狼少年というかワニ少年というかね、ワニが来たワニが来たと、狼が来たと、ね、噛まれてえらいことになるぞと、ね、で来ませんと、ね、だからそれ来ないんじゃないかと言ったら、いや今は来てませんが、いつか必ず来るんですと、こう言うんですよね。いつ来るんだ、それが分かりませんと、ね、これだからこれは実はですね、財政政策検討本部でも来ていただきましたけど、財務省を演んできた土井武郎さんの典型的なやり口でね、要するに日本の、財政というのは本当にワニの口が開いて大変なんだと、ね、でじゃあいつそれじゃ破綻するのかと、でそれは、ね、いつかは分かりません、必ず破綻します。でそれを例えたら何だと言うとですね、黒ひげ危機一髪を出すんですね、プスプスプスでバーンと、ね、なりましたと。バカかと言いますでしょ、はい、だってあれは初めから飛ぶように近くなってるんですか、はいはい、必ず飛ぶんですよ。ところが黒ひげ危機一発じゃなくて、実際の財政はそういう仕組みになってないというところなんですよね、はい、そういうことですね、やはりこう財政赤字だけ見る、プライマリーバランス赤字だけ見るものはやはりかなり質の悪い財政規律だったなと思います、うんうん、マクロの状況を考慮しない財政規律なので、家計に大きな負担をかけてしまったと、ということは、当然、財政政策検討法でも財政再建派から私への反論は、そういえば、いずれ、金利が急騰する、またはインフレがアメリカのように急騰する局面が来てしまうんではないかというのが反論でしたが、これはネットの資金需要が答えられるところで、ネットの資金需要がゼロは、少なすぎます、マイナス5ぐらいが適当です、当然マイナス10マイナス15と大きくしすぎれば当然金利は急騰したりインフレが大きくなる可能性があります。実際反面教師がアメリカで、アメリカはこのコロナ後にネットの資金需要をマイナス16から17ぐらいまで膨らませたと、これはインフレにならないわけがないということなんですね。それは財政出動、財政出動です。財政出動がそんだけアメリカ増えたわけですか。増えたということです。アメリカも、このアメリカの数字が後ろの方にありますけれども、はい、64ページ目の左、はい、上のところに
アメリカの、ネットの資金需要の動きがあります。はい、これがアメリカでして、はい、まあ、コロナが起こりまして、はい、かつてないほどの財政赤字を出して、日本のように企業貯蓄率は、プラスなんですけれども、大きく財政赤字を出したことによってネットの資金需要をこのマイナス16から17ぐらい出したと。ここまでやればやはり供給制約もあってインフレが大きくなるのは当たり前だと。ということはネットの資金需要マイナス5というのは、アメリカは長期景気マイナス7ぐらいですので、うん、マイナス5って決して大きすぎるわけではないわけですね。そこを目指した新しい財政規律を、まあ、作るべきだと、うんうん、ゼロだったら過小ですと、マイナス10は大きすぎますと、まあ、そういうことですね。ということでマイナス5ぐらいに誘導すべきだと。しかし、まあ、アメリカはしかしどっちにしてもずっとマイナスで、はい、あの資金需要いってるから常に投資が あったのは事実 です、はい、家計にしっかり所得が回っている状況です。そういうことですよね。今回は回しすぎたということですね。なるほど。具体的にアメリカは何に使ったんですかね、この時の財政支援。いやいや、給付金が日本の額よりも明らかに大きい今ですし。なるほど、はい、なるほど。公共投資にも大きく使ってますし。なるほど、使ったということです。なるほど、ね、減税ですね。なるほど、はい、でそれでちょっと相田さんにお聞きしたいのはね、で今はまあそういう形で、まだ日本の方はネットの資金需要がマイナスでずっと安定的に投資が増えている形じゃないんですが、片っぽでですね、あのいわゆるコロナのゼロゼロ融資というのがね、たくさん、これ3、40兆あるのかな、出したのかな、あの結構の額 ですから、あの民間の債務残高がこのコロナの時にちょっとあのバブルが終わってからあの初めてちょっと増えたんですけれども、しかしまあこれでですね、勢いをついでられる方も多かったんだけれど、さあコロナが、まあ、まだちょっと第7波が、ね、あれですけれども、まあ、いずれこれ収束してやるときに返済ができずに倒産しちゃう企業がたくさん出てくる可能性がありますよね、はい、でそこで私がずっとこの初めからこの融資をしたときから言ったんですけど、本来は、コロナの対策はですね、あの要するに社会この制約をかけたわけですから、政府側がね、そのことによって経済が悪くなるのは当然で、それはもう経営者の責任じゃなくて政府の責任でやってるんだから、その分はいわゆる営業保障すべきだと、うん、ということで言ったわけですね。ところが営業保障すべきなんだけれど、それがいくらなるかというのはわからないわけですよね、うん、はい、でだからそこで、その金額を測定できないから、まずはゼロゼロ融資などでお金を借りて営業を続けてくださいと。でそして終わって必ずコロナが終わった後返済の時期に来た時にですね、あの決算を、まあ、もう今2回3回ほど出しますよね、確定申告書。そうするとそこでいわゆるあの累積損失がねボンとある会社が、でそして借り入れがドンと増えてる会社があるわけですよね。そうすると、まあ、私は直感的に思うのは、そのコロナで増えた融資の残高と累積赤字のコロナで増えた金額、まあ、その金額の小さい方の金額ね、でそれを債務免除してあげたらいいんじゃないと、まあ、つまり、まあ、事実上要するに累積赤字全部消しちゃうわけですよね。でそうするとあの当然その分の債務返さなくていいから資金繰りも良くなりますし、うん、要するに営業保証もらったらどんなことになりますしね、で会社の方も潰れるに済むと。そして単年度で利益出てきたらちゃんとそれは税金であの納付してもらうことになると。でこれで経済いいんだけども、もしそうしなければ逆にですね、この会社の方は潰れちゃうと。で債務自身も結局返せないわけですよ。だから誰かがこの例えば民間、銀行なり、政府系の銀行なり、そういうところに穴が開いちゃうわけですね。そしてもちろん雇用もなくなっちゃいますし、税収 も全然増えないと。だからあの政府が、その分の損失というか債務の方をですね、政府の国債で、つまり、債務免除してあげるというふうにすれば、民間企業には穴が開かずにですね、政府の国債残高が増えるだけ で実際事実上の営業保証をしたような形になって、であとは税収の方がかえって増えると。だから今それをすべきじゃないのかなというのを思ってるんですけれどもね、はい、相田さんいかがですか。はい、大賛成です。ですよね、はい、先ほど の、 あの信用サイクルという4ページ目右側ですけれども、はいはい、この信用サイクルが、日銀短観の中小企業の貸し出し貸し出し DI で、はい、まあ、これは中小企業が、
どれぐらい借り入れをしやすいのかという割合を示したものですけれども、これがこの信用サイクルが耐えているからこそ、コロナ後も経済マーケットの底割れを防いだということです。ではなぜこう信用サイクルを防衛できたかというと、これは日銀の政策だけではなくて、ゼロゼロ融資を含めて政府の強烈なバックアップがあったからこそ、この信用サイクルが支えられているということになります。しかし今後返済が始まっていくという話になると、当然下押し圧力がかかってくるので、そこはしっかり財政政策の力で支えていかなければいけないということです。さらに今企業は負債を、通常よりも抱えてしまってますので、今後少し景気が軌道に乗っかると、それを一気に返済をする力が働いてくる、すなわちディレバレッジ、マネーが収縮する力が働いてしまうので、そこはしっかり政府が、立て替えるべきだとは思います。なるほど。でその時にね、ちょっと気になってたのは、先ほどのアメリカの話なんですけれど、アメリカが日本は 5% ぐらいマイナスのネットの資金需要で出したらいいという話なんですけど、例えば30兆、40兆というね、結構大きい金額ですよね。例えばもしも全部それを債務免除するというと、で一挙にそれからそのだけの金額出したことになるでしょ、その免除したときに、そうしたときにアメリカのようにもうインフレがドカンといったりすることはないですか。これはきっと財政が出して財政赤字が増えても、企業は逆に返済しているので企業貯蓄率は上がるはずなので、企業貯蓄率が上がって財政収支が下がるということは、ネットの資金需要の変化というのは思ったより大きくないかもしれないということですね。そうですか、はい、そうですか、政府側は その時に赤字国債を発行したことになってネットは増えるんだけども、企業は借金を返してますので、返したというか、お金をもらったということなんだけど、これ企業貯蓄率が上がる力になります。なるほど、なるほど、そういうことか。賞味で見れば当然ネットの資金量は拡大するでしょうけれども、なるほどね、確かにそういうのはそういうところがありますね、だからこれをね、今実は、自民党の参議院選挙の選挙公約で、私が、今もそうですけど政調会長代理ですけれども、これを選挙公約に入れてるわけですよね。で、今回も、平成5年度の、この当初予算の概算要求やってますけれども、この金額はどうなってるんだと、債務免除だというのは実は事項要求でやってるんですね、というのはつまり、いくらになるか分かりませんしね。それとこのスキームなんですよ、どういうスキームでやるのがいいかというのがありましてね、でいわゆるこの真面目な人というかね、頭の固い人は、いやいや債務免除するんだったら事業再生のね、例えば、このレビックとかそういうねところの、弁護士グループが再生屋さんに事業計画を立ててもらってやるとかね、そういうこと言ってるんだけど、これ事業再生じゃないんだって言ってるんですよ。でこれは要するに営業保証なんだと、ね、だから事業再生は、ね、経営の本質がね間違ってるからそこの立て直しはしないかんだけど、これはそうじゃなくて、要するに売り上げなくしたんだから政府の方が、これはね、だからその分の保証をしてあげるだけだから、そういう経営再建の形であったらダメと言ってるんですけど、いかが思われますか。その通りで、やはり良い企業も萎縮してしまうと思います。よくゾンビ議論というのがあって、あまりにも強いサポートをすると悪い企業前に残ってしまうという議論があるんですが、これぐらい需要不足でコロナという状況で、いや自分がゾンビではないと言い切れる人は、よほど何かしらの公的サポートがあってこう守られている方以外は、なかなか自分がゾンビでない、私もゾンビでないとは言い切れないですし、なかなか言い切れないと思います。そうなるとあまりにも強い抑制政策をかけた場合には、当然良い企業まで萎縮をして、そうですよね、先ほどの日本は設備投資が足らないということですけれども、投資が足らないという状況になってしまうと思います。わかりました。もう財務省の皆さんちゃんと聞いててくださいよ、本当にね、実体経済またバブルの後始末の失敗と同じことになっちゃうから、間違うとね、ということが大事なんです。